できないと。結論を3分出してから、徹底した調査を約束したといいます。筆頭株主の大阪市は第三者委員会の考えを尊重したいと報告を出す考えを示しました。この第三者委員会で今回の提案の強く対応してもらえれば、株主の利益を守るのか、対応に対応をくれます。人事に渡った高浜町の元部屋と関連がどのように関係を持っていたのか、キャッシュカードなどが家にあるかどうか、しつこく質問を繰り返します。この電話はカードを騙し取る特殊詐欺グループからのものとみられています。こうした詐欺電話に対抗しようと、大阪府警は今日、実際に今年7月に詐欺の電話を受けた高齢者の自宅を訪れ、電話機にある装置を取り付けました。その名も録音中。使い方は至って簡単です。受話器に両面テープで貼り付けるだけ。受話器を持ち上げると、この録音中をおよそ6000台用意していて、各警察署の地域行事などの際に高齢者を中心に無料で配る予定だということです。はい、冒頭お伝えしました神戸市中央区にある暴力団事務所の前での発砲音、男性3人が怪我をして、うち1人で意識不明の重体とお伝えしましたが、今入ってきた情報で40代と50代の男性2人が死亡したということです。暴力団事務所の前で起きた発砲事件、40代と50代の男性2人が死亡しました。その前にこの時間は大吉がメインと、今日のテーマはこちらです。今小判が話題、小判、あれかなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こちら連日報道されている関西電力幹部の金品受領問題なんですけれども、3億2000万円に値する大きなお金が動いたということが伝えられています。そんな中注目されたのが会見での岩見社長のコメントなんですよね。こちら、住民祝いにお菓子だと思ったら、そこに金貨が入っていて、びっくりした。体
のかもしれません。まさになんかこのイラストのようなね、油絵感の話ではあるんですけど、いやらしい顔してます ね、このイラストの油絵感はね、いやらしい顔してますね。このニュースの余波でめちゃくちゃ売れているものがあるということなんです。それがこちら。これは何かわかりますか？金華風のモナカ。なるほど。中に粒あんかこしあんか何かおしろが入っている。まあちょっと惜しいですね。これ実は金華ではなくて山吹色のお菓子という商品なんです。インターネットでのみ販売しているんですが、商品を販売するセントラルスコープによると、あの買い物の方が目安が最高。実はお菓子だよという、まあ、そういう、ちょっとユニークなやり取りというのが今日本全国で行われているのかもしれません。そこで私こんな予想を立てて取材に行ってまいりました。関西でも小判に関連した商品がめちゃめちゃ売れているのではないかどうか、実際どうなんでしょうか。 VTR です。取材班が向かったのは埼玉県のとあるマンション。商品名につく山吹色は小判の意味を持っています。関連のニュースを受けて売れ行きは何倍売れたっていうと10倍ぐらい売れてるんですよ。10倍、はい、ネット通販のみでこっそり売るっていうのがコンセプトなんで、本当はテレビ出ちゃいけないです。本当は言えない、知られちゃうと、まあ、例えばなんですけど、これをお客さんにこうお渡ししたときに、受け取った側が、あ、これ知ってるよっていうのが非常につまんない話なんですね。それでも2ヶ月待ちの年商品、これさえあれば油絵館学校を堪能できるかもしれません。ではここからが大吉の予想。関西でも小判に関連したお土産が売れているはず。京都にある東映の翼映画村にやってきました。こちらでも5番特需は起こっているのでしょうか。早速行ってみと。映画のテーマパーク東映翼映画村、映画や映画の作品や時代劇などのショーを見ることができます。映画村の中に入ってきました。奥に広がるのは江戸の街並み、まあ、江戸時代のセットですよね。本当にこういった現代的な服を着て歩いていると自分がおかしいような感じしますけれども、お侍さん、こんにちは。あ、こんにちは。小判を模したお土産っていうのを探してるんですけれども、ご存じないですか？小判を模したお土産はて、あれのことか。それでしたら、そこの呉服屋のところを右に曲がってまっすぐ行ったら日本橋だ、うん、そこのところにお土産が確かあったから、そこに。この先ですか？この先。売り場には京都のお土産や時代劇グッズが並びますが、こちらに小判を模したお土産があって人気だと聞いたんですが、はい、どこにあるか教えていただいてもいいですか？こちらにございます。これで吉野にと書いてますね。あ、小判型せんべい。さっき普通の小判型のせんべいですが、おやつのものはせんべいだけかと思ったら、ちょっと怪しいものが出てきましたよ。これは何ですか？
けかと思ったら、なんと中には小判が入ってました。これは最近の社会的な動きといいますか、ニュースを受けてこの小判を入れてるんですが、そしてこちらドラコバン、マールブランシュ、あの茶の花が有名なカカオのギヨン店のドラコバンなんですが、ギヨン店で飲み会のドラコバンはめちゃくちゃ美味しいんですよね。僕も大好きなんですが、このドラコバンもとっても美味しいんですよ。これは完全に有名なんて聞いたこともなかったです。ここでこちらも元々に楽しかったと思います。この後なんですが、ノーベル化学賞を受賞した吉野さん、生中継でいろいろと質問を聞いていきます。1日1回で特別の音声を音声
神経を圧迫することで発生します。70代の膝の痛み、60代の腰の痛み、50代の肩の痛み、膝、腰、肩のどんな痛みもトルコトに着目した両親 JV 錠は4つの医薬品有効成分を承認基準の最大量まで配合、合計6つの有効成分で痛みに内側から飲んで効く。両親 JV 錠は飲みやすさ、続けやすさにこだわって服用は1日1回24時間お好きな時にいつでもお飲みいただけます。しかも1瓶で31日分、踏み出す時、かがむ時の日常の関節の痛みを怖がらないでほしいから、1日1回でいつでも飲んでいく、1日1回で差がつく医薬品です。膝、腰、肩の辛い痛みに飲んで効く北陸富山の医薬品両親 JV 錠、ぜひお試しいただきたいなら通常価格4180円のところ初めての方に限りなんと2090円、2090円。関節痛を何とかしたいあなた、今すぐお電話を。お申し込みは 0120-123-700、 123-700番。今から30分間オペレーターを増やして富山でお電話お待ちしております。肉のうまさはプロが作る。だから店内カットとバトンもち豚にこだわる。一つ上の食べ放題、人生に2時間の幸せを、金の豚。大阪キャンピングカーフェア2019秋の大商談会、昨年を上回る175台のキャンピングカーが集結。ステージイベントやペットコーナーも盛りだくさん。詳しくはジャンバで検索。喧嘩をしてしまった次の日、僕は麻婆豆腐を作る。ママ、できたよ。どうぞ。美味しいね。麻婆と言ったら、味が。新しいミックスヨーグルト。食物繊維と美味しい相乗効果で調和。あなたもあやって春田町になろう。ミックスヨーグルト。文字に誤りがありました。福井県高浜町から原発資金が還流したというふうな表記がありましたが、そのような事実はありません。お詫びいたします。大変失礼いたしました。それでは次はこちらです。ノーベル化学賞受賞者の吉野明さんなんですが、この後なんとミントに生出演をしてくださる予定でございます。大阪府の吹田市出身、そして北野高校、京都大学ということですので、篠田さん、関西にいる我々としては、なんかこう喜びがさらに倍増するというか、そういう気持ちですね。これ関西に近いところにいらっしゃる方が、本当に関西人として嬉しいなと、ゆかりのある皆さんからお祝いの声が届いています。受賞が決まった旭化成名誉フェローの吉野明さんは大阪府吹田市出身。地元の小中学校を卒業し、高校は府立北野高校に進学します。母校は朝からお祝いムードに包まれました。校長の萩原です。すでに皆さんも知っての通り、大変嬉しいニュースが届きました。卒業生がノーベル賞を受賞するのは初めてで、在校生も刺激を受けたようです。すごいなんか触発されて、ノーベル賞取ろうかなって思いました。よっしゃっていう感じでした。僕もちょっと結構年いってからなんか発見したかもしれません。そうですね、まあ、ちょっと家族は誤解なんですけど、将来外交官になりたいなと思ってて、もしかしたらそっちの方でノーベル平和賞取れるかもしれない。高校時代の同級生西村さんは吉野さんについて、
当時から温厚な性格だったと語ります。物静かでおとなしいので、まあ、今彼がいるとやっぱりこの全体が温和になる性格とかそういう受け答えがそういうのが一緒ですね。髪の毛はちょっと昔はものすごい臭くされてる。吉野さんと同じく企業での研究でノーベル賞を受賞した島津製作所のシニアフェロー田中光一さんも。吉野先生、ノーベル化学賞受賞本当におめでとうございます。カラオケを歌ってらっしゃるお姿なんかすごくチャーミングで親近感があると言いますか、どういうふうな印象を持っていました。なんかお野菜が嫌いだ亀崎さんもおっしゃってましたけど、すごく素晴らしい賞を取ってる方なのに短くなるかね、いかがでしょうか。はい、私が子供の頃ですよね、私生まれが1948年、いわゆる昭和23年なんですよね。いわゆる今でいう団塊の世帯大志望ベビーブームの年なんですよね。
で、まあ、その頃ってのは、まあ、比較的まだね、どの家庭も経済的にあまりね、恵まれていませんでしたので、ね、まあ、特に教育っていうような 目で見たとき、まあ、自由奔放に、うん、育てられたなっていうことだと思います。篠田さん、お子さんという立場でね、質問したいとおっしゃってましたよね。はい、あ、そうですね。受賞、本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、私、ファザーリングジャパン関西という、まあ、父親の子育て支援をしている NPO をやっているんですけれども、わお、はい。はい、わお、まあ、その立場からといいますか、いわゆる、まあ、お父さん、お母さんたちも、やっぱりその子育てをする上で、こういう、なんといいますか、先生がおっしゃられた、こう失敗をする、まあ、失敗をしないと、で成功にはたどり着けないというお話が あったかと思うんですね。はい、その中で、はい、まあ、子どもたちのこう失敗を、はい、まあ、見守れるような、まあ、親がたくさん増えればいいなというふうに思っているんですけれども、その中でこう、まあ、そういうお父さんお母さんにこう一言アドバイスをいただけるとしたら、どのようなことがあるでしょうか。はい、しないと絶対成功につながらない、つながらないというのは間違いのない事実だと思います。で、まあ、多分小さなお子さんの場合特に何か失敗するとね、ちょっとめげちゃうとは思うんですけどもね、そういう失敗を繰り返してやっぱり賢くなって いくと思いますんでね、ぜひそういう目でね、小さなお子さんを育てられたらいいんじゃないでしょうかね。もちろんまあ、ちょっとね、限度はあると思うんですけどね、もう本当にこう見えちゃうと大変ですからね、ある安全の範囲でいろいろこう失敗をさせる、場合によっては無理やりこう失敗をさせるとかね、それぐらいのつもりでなさった方がいいんじゃないでしょうか。今の言葉ね、多くのお父さんお母さんに耳を傾けてらっしゃることじゃないでしょうか。そして吉野さん、他にもこんな質問が来ています。ペンネームはるままさんという方からなんですが、はい、はるままさんです。吹田市のご出身と聞きました。はい、吹田市や大阪府内でよく出かけられた場所や印象深い場所はどこですかという質問が来ていますが、いかがでしょうか。はい、私が子供の頃を育ったのは、